最近レベル、あ、間違えた。最近レベル上げ動画をね、上げることが減りましたね。なんか自分的にどうなんかなっていうので、結構いつも評判はいいんですよね。レベル上げし、レベル上げしてるだけの動画。それが一番面白かったとか言われる始末ですからね。よいしょ。デスペナかなり緩いですよ。ねえ、ドラクエは。ちなみに、今、まあ、ゲーム上げていってる、マダラー2っていうゲームあるんですけど、さらに緩くて、もうほぼなんかペナルティがない。まあ、帰らされるだけっていうか。骸骨と渡り歩ける、こら、いやー、言うて強いわー、言うて強いわー。でも倒したいから倒す、殴り合いで倒したい、こいつを、こらー、よし、オッケー、何時間でもお付き合いします、ありがとうございます。よし、まあ、ちょっとお金は減りますけど、これでまあ洞窟とか抜けていけばたまるでしょう。薬草は3つ買うわ、とりあえず3つ買いますわ。どけや、じゃあもうほんま、ここの住人なんなん、ほんま、いやねんこいつ。よいしょー、はい、薬草、薬草高いなー、ほんま高いっすね、すごい高く感じる。ほんま強い骸骨を一匹倒してやっと一個買えるんすから。でも現実ってこんなもんすよね、思わへん？なんかこんなもんやん。薬草って何なのかねっていうことじゃないですか。まず薬草とは現実では何かねと、大麻草的なことやとしたら、仮に薬草がそんなもんでしょ、だいたい値段の価値は。わからんけどね、知らんけどね。ほら、現実で例えば銅の剣買おうとしたら、もう許可から何からもう大変なんやから。まずその銃刀法違反になりますから、許可も取らなあかんし、管理も大変です。多分すぐ錆びるしね、高温多湿環境やから。くわ、いや、リアルよほんまに。2の時も言ってましたか、大麻説。だっておかしいんやもん、そんなスッとつこて何か回復した気持ちになるっておかしいんやもん。草でね、そんな、しかも戦闘中にパッと使えるから。おらー、よし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 、250、ほーらよし、暗闇を歩ける技術出たな、この野郎。先手必勝、いい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 、強っ、マジ強え。話にならん、めちゃくちゃ強え。お前か。
お前もう空気読めや。出てくんな、お前は。お前はもう引っ込んどけよ、おら。ちょ待って、基本もラリホー殴り、ラリホー殴りでいきますか。もう出てくんなや、やんなや、もうギラを。やんな、やんな、もうギラを。MP がなくなるでしょ。300溜まった。薬草は使いたくなかったが、あの MP を温存したい。出たな。眠れ。くんうんあくわー、つえー、めちゃくちゃつえー、ういー、こらー、強いよー、ういー、人くぅ、いやぁ、はぁ、はぁ、なんて強さなんだ。もう死にかけ。すーす、よし、よし、なんとか耐えた、なんとか耐えた。足が出た、足が出たな。よし、よし、頑張る頑張る、ここ頑張ろう、ここ一戦、ここ一戦ラリホーで頑張ろう。 MP 回復してますから。よーし、ガイコ、ガイコ、これよいしょー、せい、寝とけ寝とけや、こいつほんますぐ起きるわ、睡眠障害。くっ、こいつの睡眠障害っぷりはなかなかのもんです。よいしょ、うわー、つえー、いや倒せると思う、倒せると思いますけど、ミスらないように。よし、ミスるとやばいからね。全然回復せへん、マジで。はあ、はあ、もう、はあ、売っていない。いやー、いらいらー、鍵か、じゃあ待て。いやー、どうしよう、頑張って貯めて、いや、ラリホあったらいける、ラリホあったらいけっから、鍵買ってそこのまず下の2つを開けて宝箱取る、まずは宝箱。よし、じじいから買うよ、サンキュー、買う、もう一丁、おいちょー、もういらん、よし、いく、鍵開けましょう、この下ね、これね。うわー、2個使うんすよ、これ110円使ったやつですよ。
ヨシリーン、マイラのお風呂から南に4つ歩き調べるがよい。あ、なに、なにその暗号みたいな。マイラのお風呂から下に4つ、ツイヤーすぎひん。めちゃめちゃええこと教えてもらった。キメラの翼を見つけた。即売る。即は、即、即売会。ちょっと待って、一回ちょっと待って。マイラ、行きたいね。一旦待って、一旦待って。ほんじゃあ、じゃあ、一回ラリホを使って、ここは倒す。ここはラリラして、なにー、初めてラリホが効かない。オッケー。一旦回復せ。一旦回復せ。全然っすね、ほんま、回復量が。ゴミやん、これ。魔導士、一回寝たら全然起きへんわ。起きた。ラリホー。オッケー。よっしゃ。えい。オッケー。よし、マイラの村に帰ろうぞ。よし。鍵に5でキメラの翼やから、純マイナースが発生してます。53円やったっけ ?53 円やから、106円やから、の、引く70円やから、純マイナーです。鍵買おう。買えるだけ買ってさ、なんかあの宝箱とかでもいけますやん。おっしゃ、これで死ねばいいねやん。よう考えたら、これで死ねばええねやん。よう考えたら。よし、死の。殺してくれ。一石二鳥もええとこじゃない？金は全くない。殺してくれ。やってくれ。やれー！なかなか殺してくれへんな。遅いぞ。倒してもだ。やってもだ。ぐんぐん進むもん、ほらもう。なん、怖いもん。うわ、やばいの来た！やばいの来た！これ倒せへんかな。ゴールドマン。ゴールドマン来たよ、これ。こいつ倒してぇな。どう考えても金いっぱい持ってるぞ、これ。ゴールドマン言うてんねんから。一旦回復。おい。うわ、カッチカチや。硬い。マジか。勝てーわー。あかーん、これでももうギラ連発いくわ。寝といてくれよ。寝といてくれよ。寝とる。こらー、死ね。予定通りなんだよね。大湯写真で死もうとは何事だ。さあ行こう。知ってね。あそこの宿はお前が思ってるよりめちゃくちゃ高いからな、言っとくけど。お前が思ってるよりもあそこの宿はめちゃくちゃ高いからな。言っとくけど、一応言っとくけど。よし、開けていく。ほら。お宝がほらもうすんごい、ここ。
ほーら、皆さん来ましたよ。これ誠の勇者なら盗みなどせぬ。そういうことを、そういうことを言うなや。嫌なことを言うなよ。別に盗むとか。11ゴールド、11ゴールド、全然入ってへん、マジで。うわ、全然入ってへん。鍵の方が高いやつや。うわ、最悪や。気持ちだけ、気分だけ悪なって、めちゃめちゃ金ない。なんなん、なんなん、こっち気分めっちゃ悪なって。雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができる。古い言い伝えですわ。どんな扉も開けず、売っとる。たっか、お前、うわ、俺もほな、俺この店のここで商売したいわ。俺ここで80ゴールドで売りますわ。それやったら、それやったらここで。おっさん、お前53円で売ったの知ってんぞ。私は地下室を探している。お城のどこかにあるらしいが。ほう。体力に自信があるなら入るがよい。勇者のため祈りましょう。光がそなたと共にありますように。うわ、シャーンって光らへん。あのジジイの、あそこにおるジジイの介護官のジジイです、これ。介護官、介護官ジジイ。これクラウンやな。シャーン言うてるけど大丈夫？めっちゃ食らってる。ガライの墓はガライの町に、町に入り暗闇の壁を押すがよい。暗闇の壁を押すがよい。オッケー。そっちも行かなあかんからや。シャンシャン、危ない危ない。そっちも行かなあかんから。こっちとかじゃないの、地下室がある。地下室を探す。はい、来た、はい来た、はい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 。これなんとなく覚えてた。あったあったあった。バイバイ相手やっとるわ。バイ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 相手。わしは待っておった、そなたのような若者が現れることを。統治法、さあ宝の箱を取るがよい。これが多分太陽の石。よし、太陽の石ゲット。階段、ちょっと待って待って、くらっとんねん、くらっとんねん。久しぶりにおじいちゃんに癒してもらおうか。おじいちゃんのスペシャルマッサージをちょっと受けます。久しぶりだな、じいちゃん。じじいのスペシャルマッサージをいただこう。全然回復せえへんすわ。もうちょっとなんとかならんかね、これ。サンキュー。どういう力があるんですかね、このおじいちゃんは。かなりのスペシャルマッサージ。ちなみに道具は薬草1、鍵1か、もう残り1か、残り1か。まあ、ガライの町で使うっすね、使う感じですね。行こう、行きましょう。とってとってとって、もうこの辺の雑魚はさすがに余裕やから。えい、とってとって、よいしょ。すー、あ、70貯めてさ、あれ買おっかな。ついに革の服買おっかな。ここまで来てですけど、ついに購入しよっかな。はい、よいしょ。いやー、この辺も苦しかったけどね。まあ言うて着実に強くはなってますね。あの宝箱のクソさはちょっとやばかったけど、
ね、ここ結構高いのよ、宿屋が高いの分かってるから、もうちょっと95ゼニー必要です。ここは25円ぐらいしたはずやから、宿屋泊まって鎧も買うとなるとそれなりに金せびられるからね。よし、ほ出てこいや変態。すげえすげえ、スライムベストやったらもう9とか入んのか。出た出た、ここいいっすね。まあ死ぬっていうことはもう絶対ないから、よし、おい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 、ハッスルハッスル、ゴースト一撃で倒したい。もういいっすね、いいっすね、行くよ。ではまずは道具か、キメラの翼を売ります。はい、いやもう売らないです、もう売らないです、いえ、あ、買います。薬草を一つ買おうと思います。はい、よし、毒的な概念は今んとこまだ出てきてないですね。そういえば高えな、もう革の服を買います。やっとですよ、やっとグレードアップ、よっしゃー、やったー、やっと革の服手に入れた、ナイスー。さあ行こう、オッケー、ここですよね、扉を、これで鍵は全部使い切った。うわー、宝箱あるよあるよ。噂ではどこかに勇者ロトの着ていた鎧があるらしい。男なんて嫌いよ、しっし。嘘やろ、お前どうせ。遥か南にドムドーラの町がありました。今もあるのでしょうか。ドムドーラは勇者の故郷でしたっけね。違ったっけ、設定的には。えい、持ってけ、泥棒。なんで？なんでそんな気持ちになったん？っていうか、あそこ鍵閉まってるわ。松明。あそこ鍵閉まってるわ。うわぁ、全然金入ってへん。うわぁ、もう安いわ。ここや。これ、なんかこういう、ここ、暗闇を押せ的なこと言ってたよな。これ絶対、明らかに怪しい。ほ。あった！よし！おった、じじい。盾ごとは魔物たちを呼び寄せる。ガライの墓に近寄るな！めっちゃ切れてる。ということは、敵がおるってことですかね。ダンジョン来たねー、めっちゃ怖いなー、めっちゃ怖いな、これ敵出る、あー骸骨クラスや、なるほど、現れやがったな、こんなとこに潜んどったか。ちょうどだいたい進み具合合ってるってことや、ちょっと早いぐらいですね、多分。なんていうか、レベル的には。もうちょっと上げてから来ないと、多分苦しいですね、ここは。よし。なんか武器買うとかさ。あんまり迷子になるの。うぅ、気持ち悪い。おじさん。こういうおじさんおるわ。1000円カットの店にでこういうおじさん見たことある。おらあ、あー強いっていうか硬い、攻撃どれぐらい弱い、ドロ試合や、ドロルだけに、ドロルだけにドロ試合、こいつ経験値結構もらえたら嬉しいですけどね、この街で力を貯めれるかもしれん、この街で力貯め、
一からのスタートを切った君に幸あれ。よいしょ。あーめっちゃお金もらえる。あー結構いいかもこいつ、ほんまに優しいかも、友達やわ。ドラキーマが現れた。色これ色これ、 寝かすか。なんか怖いな。怖いな。影あるんすね。弱い。大丈夫そう。歯抜け。よーし。可愛いだけのやつか。いや、ちょ、敵出すぎやろ。魔導士も来る。ちょっと待って、めちゃめちゃ嫌な予感します。これ、ここから逃げられへんかも。これ結構きつないっすか、この洞窟。マッピングというか、なんかの、メモ帳にメモった方がよかったかな。道忘れたらやばいぞ、これ。ラリホー食らう。あー、なんでこっちは攻撃させてくれへんのよ、目覚めた時に。このよし。いや苦しい苦しい。え、めっちゃ苦しい。これ階段探さなあかんねで。この辺に階段なかったっけ。入ってきた場所、さすがです。あー怖え。勢い余って街から出てもたもん。ちょっと待って。いやもうこれは宿屋やな。 ありがとうございます。宿代の足しにさせていただきます。25円もかかりますから。苦しいな。ちょっとずつ見ていかなあかんけど、松明を消費するからね。え、嘘やろ。バカな、毎回いるの。バカな。マジか。マジか。誰やねん閉めてるやつ。誰やねん裏でカチャカチャってやったやつ。裏でカチャカチャってやったやつがおるっすわ。これそうなんや。めっちゃめっちゃ持って帰ってこなあかんねや鍵。絶対あいつでしょ。ラダトームのラダトームのおっさんでしょ。あのラダトームで鍵打っとったやつでしょ。もうあいつしか考えられへんもん、こんなことやるやつ。悪度すぎるやろ。絶対あいつや。これオープンにしといてよ。容赦ないわ。カチャーンって音しましたもんね。そういう言えば聞こえたか聞こえてないか分かんないですけど、皆さんにはカチャーンって音したわ。出た瞬間よ、ほんまに。あるけどそういう時、連れの家行ってさ、連れの家行って、あ、お疲れって、まあ帰るわって言って、あ、バイバイって言って、まあもちろん防犯のためやから分かるんですけど、家で出て、お疲れ、ありがとうって閉まった瞬間、カチャーンみたいな。いや、もうちょっと聞こえへんなってから閉めてくれへんかな。なんかもう追い出された感がすごいんやけどっていう、ない？そういうの。もうめっちゃあんねんけど、俺。あの、もう、マンションの廊下に響き渡る音でもう、あー、閉めはったなーっていう。あー、なんかもう、しまったなーっていう。
いしょ。おら。さっき300あった男とは思われへんな、この金のなさ。でもぼちぼちレベル上がってくれるから、ちょっとそれは期待。よし、よし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 、力3上がった。 HP6MP3。 なんでか HP のあと一瞬間を持たせよる。なんか MP 上げたる、上げるところお前期待してんねろっていう感じをちょっと感じますね。お前 MP どんなもん上がるかすごい期待してるやろみたいな。なんか力が上がった、素早さが上がった、 HP が上がった、 MP が上がった、なんかちょっと生きりおるぞ、ね、MP 上げるとき。なんなん、なんでちょっと生きりおるの。強い方行こう。その骸骨のところへん行きますね。力が3ポイント上がった、素早さが3ポイント上がった、 HP が6ポイント上がった、 MP が3ポイント上がった。イラッとしますね。なんかオッケー、この辺を骸骨が強い、骸骨がおるエリアがあるはずやから、上の方、そこで稼ごう。よしどうなんやろ、革の服の効果どうですかね、出てる。骸骨に殴られたら分かるやろね、ある程度は。多少は出てると思うんですよ、もちろんね。言って布の服とは7倍の差があるから、値段に。ものすごい性能やから。超高いからね。ブランドもんやからね。ポロロ、ポロロ、ポロロ、ポロロ。でも、まあ、さっきの情報で、情報やとですけど、まあ間違いなく、まあ、ロトの剣はあるし、ロトの鎧はあるじゃないですか。あるんですよ。あ、もう言いよったから。だからそれをとどうせ取るということを想定したらですよ、想定したらそれ以外の部分っていうか、そこの部分はそんなに金かけなくてもいいんじゃないかというちょっと小敷精神も出てきましたよね。こうなってくるともう行ったろかぐらいの勢いはあります。薬草を溜め込んでなんとか行ったろか的な。え、まあでも MP がポイントやな。ラリホーさえ安定して使えれば結構なヤバい敵は倒せそうなんですけど、よし、さあ行こうか。